皆さんこんにちは、 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり旅日記は、創業15周年を迎えました吉祥山中をご紹介したいと思います。山中温泉の中を流れる大正寺川のほとりにひっそりと佇むこのお宿は、温泉のみならず多彩なお料理とスイーツ、そしてお酒が楽しめるお宿でございます。今回僕が宿泊するのは最上階にございます露天風呂付き客室花というお部屋でございます。このグレードのお部屋は全7室あるそうでして、今回僕はですね、その中の707エレベーターを降りてすぐのお部屋でございました。中に入りますと、右手には下足箱、その中にはセッタ、下駄、そして突っかけが用意してございました。そして左側には九谷焼の大きな高級なお皿がございます。さらに中に入っていきますと、こちらはね、何かなと思いましたらおトイレでございました。そして襖を開けますと、中はこのような作りになってございます。金箔を施したんでしょうね。この壁飾りが飾ってございまして、そして、大型のテレビ、さらには掛け軸やアロマポットも用意されておりました。この花というお部屋には公園がついておりまして、こちら眼下には大正寺川の渓流を見下ろすことができます。そしてこのカーテンが閉まっておりますので、カーテンをざっと開けますと、このような見晴らしになっておりました。で、これだけかなと思ってふっと右側を見ますと、なんとマッサージチェアがですね、備え付けてありました。このマッサージチェアあるのはやっぱりありがたいですよね。とっても気持ちよかったですよ。さて次は冷蔵庫の中身チェックでございます。こちらですね、この冷蔵庫の上には、コーヒーミル、それからケトルなどが置いてございました。そしてマグカップは、山中漆器でございます。で、この下の扉を開けますと、中には冷蔵庫が入ってございまして、中身はビール、お茶、ジュース2リットルのペットボトルにフルーツがありました。さらにその奥の木戸を開けますと、こちらが化粧台になっております。で、ひときわ目を引くのがロクシタンのシャンプー、リンス、ボディーソープでございます。さらにその奥が露天風呂でございます。温泉と水で、温度を調整することができますので、例えば寒い朝は少し熱めに、あるいは日中では少しぬるめにといったアレンジが可能になっております。また洗い場もついておりますので、そちらの方で体を洗ったりシャンプーをしたりっていうこともできますし、またその隣にはですね、シャワーブースもございます。こちらね、勢いよくね、あの水がサーンと出てきますので、ね、結構爽快感が味わえると思います。また当然ですが、プライバシーはこのすだれによって保たれておりますので、安心して入浴を楽しむことができます。また、この眼下を流れる大正寺川のこの川のせせらぎ、この BGM がなんともですね、涼情をそそってくれますね。いや、本当に、最高の露天風呂でございます。お部屋に荷物を置いて、また1階のロビーへ戻ってまいりました。1階には大浴場、そして売店、バーカウンターがございます。大浴場の方は翌日の朝に男女の入れ替えがございます。そして日中はですね、男子湯が菊の湯、そして、女性湯が白鷺の湯ということになっておりました。
で、何やらね、カメラはね、女性湯の女湯の方にね、向かって歩いていってるんですが、はい、それには理由がございます。こちらですね、浴衣の貸し付けがございました。そしてさらにその奥に行きますと、こちらはですね、貸し切りの露天風呂とお風呂が用意されてございます。で、さらに奥に進んでいきまして、一番奥、右手ののれんが、今はこれ、女湯になっております。はい、そして、こちら、貸し切り、露天風呂一升、こちらをですね、僕、貸し切ることにいたしまして、早速、こちらで入浴ということにいたしました。この貸し切り露天風呂なんですけども、50分間がなんと無料で貸し切れちゃうんですよね。で、これはですね、紀章山中さんの12あるおもてなしの一つでございます。はい、では早速中をね見ていきたいと思うんですが、はい、最初の扉を開けますとシャワーと鏡の洗面台、そして奥に入っていきますと、はい、衣装はこちらヒノキ風呂でございました。あのね、外からね虫の声や川のせせらぎ、そして、滴る湯の音、最高ですね。はい、そしてお湯はですね、若干ぬるめ、40度ほどでしょうかね、長く使っていられるような温度でございました。まあ毎度のことなんですけども、おっさんの裸なんて誰も見たくないでしょうからね、湯船の映像はここまでといたします。で、脱衣所の方にはですね、下の方に冷蔵庫がございまして、この冷蔵庫の中にはよく冷えたお水が入ってございました。ここでね、水分補給などをするとね、いいかなと思います。貸し切り露天風呂に浸かった後は、2階へやってまいりました。2階はレストラン青竹でございます。こちらこの青竹というのはですね、鉄板料理、お肉料理を主にね提供しているところなんですけども、ここでは12あるおもてなしの一つ、加賀パンケーキのアフタヌーンティーというサービスが受けられます。ということで店内に入りますと、渓流側に窓がありまして、そしてグラスや食器などがですねずらりと並んでおりました。はい、ございます。五郎島金時や九谷焼の大皿、それから九谷焼のカップなどがございます。そして案内された席の方へ着席いたしますと、こちらですね、目の前でパンケーキを焼いてくださるんですよね。温泉旅館でのこういったパンケーキのサービスというのは大変珍しいですし、また甘いもの好きには大変嬉しいサービスですね。はい、こちらホイップバター、それからダイナゴン小豆で、この右側にございますのがさつまいものクリームホイップでございます。では焼き上がりましたのでいただきます。画面左側の方、今ですね、フォークでね、いただこうとしておりますのが、これが酒麹を使ったパンケーキでございます。いやー、これですね、お酒の香りがね、するんですけども、もちろんアルコール等は入ってございませんので、誰でも食べることができます。そしてこの隣はプレーンなんですが、はい、こちら蜂蜜、これちょっとね映像的にねちょっとよく映ってなかったんですけども、蜂蜜の中には金箔が入っておりました。はい、ということで一口パクリと、やはり安定のプレーンパンケーキでございます。あっという間にペロリでございました。ごちそうさまでした。美味しかったです。パンケーキの後は一旦お部屋に戻ったんですが、そこで浴衣に着替えまして、またまた1階ロビーへやってまいりました。今度はですね、足湯と大浴場を楽しもうという魂胆でございます。はい、こちらが足湯でございますね。先ほど女性の方がね足湯に使ってくつろいでいらっしゃいました。で、そこを通り過ぎてさらに奥へ行きますと、男湯、こちらは日中なんですけども、男湯である菊の湯でございます。はい、中はですね、
ご覧の通り本当にね泳げるぐらいのね広いお風呂でございました。はい、大変いいお湯でございました。ほてった体を冷やしつつバーカウンターへやってまいりました。こちら12あるおもてなしのうちの一つでございます。はい、いいお湯でした。でこちらの生ビール、ビールのですね、生じゃないです、生ビールか、これ生ビールのサービスでございます。で、ビールのつまみがですね加賀甘味でございます。これですね、お芋かな、お芋ベースのお菓子になってございました。ほのかにですね落雁のような風味がいたしましたね。いやこれはね大変美味しいございました。もう顔が転んでおります。美味しいございます。甘いですねやっぱりね。ビールとスイーツもね食べれるんでね、この組み合わせもね、このマリアージュもね最高ですよね。いただきます。ごちそうさまでした。これね山中漆器ですよね、これね内側のね、うん、内側ですね、金箔になってますね、これね。それからお約束なんですけども、こちらね小皿が九谷焼きになってございます。はい、ですね、おかわりがいけるかどうかちょっとね確認してみようと思います。はい、では行ってきます。これっておかわりはダメなんですよね。そうですね、お一人様一杯ですよね。ビール一杯とカクテルから一杯で最大2杯。あ、そうなんだ。ああ、そうなんですね。はい、じゃあね、モスコミュールを。はい。ということで、僕はモスコミュール、これをね注文いたしました。2杯目でございます。どんだけ飲むねん。ビールのサービスを受けた後は夕食まで少し時間がございましたので、お庭を散歩することにいたしました。こちらですね鯉とかが泳いでおりましてね、大変、優雅なお庭でございます。で先ほど気づかなかったんですけどね、この浴衣の貸し出しのところにも直結してたんですよね。でまたお部屋の方に戻ってまいりまして、最初にね僕気づかなかったんですけどもね、このお酒が置いてあったんですよね。でこちら最初ねこれお茶っ葉入れかなと思ってたんですよ。そうしましたらなんとこれ日本酒が入ってございました。ね、もうこれでねすごい驚きましてね、もう顔がね完全ににやけてますよね。はい、ということでいただきます。ということで乾杯です。はい、こちらのお酒はですね獅子の里といいまして、ここ山中温泉で作られている地酒でございました。飲み口がですねすっきりとしておりましてね、さらさらと喉をね抜けていく、そんな印象がございます。いやとても美味しいお酒でしたのでね、マスター J も今度ですね、1本購入しようかななんてね、思っております。これ何でも合いますね。風呂上がりにいただく日本酒最高ですね。はい、っていうかお酒は最高ですね。はい、はい、待望のお食事タイムでございます。みやび花に宿泊している宿泊客はこちら千尋というところでお食事をすることになります。のれんをくぐって中に入っていきますと中井さんが案内をしてくれました。こちら千尋ではですね4人掛けと2人掛けのボックス席、それから6人まで入れる個室というのがあるんですが、
今回僕は個室の方へ案内していただきました。今回用意してくださったのは加賀能登千尋懐石でございます。で、先付けには毛ガニのジュレでございました。またね、見た目もね、涼しげでね、大変またこの食欲をそそる一品でございます。次に運ばれてきたお料理は八寸三階の幸七種盛り合わせでございます。はい、やっぱりね、安定のエビさんが乗っておりますね。はい、大好物でございます。そしてこちらなんですが、チーズを鴨肉で巻いたお料理でございました。近く川が流れてますのでね、鮎もちゃんと乗ってございます。やはり八寸には日本酒ということでですね、加賀能登の銘酒巡り、3種類の飲み比べセットを注文いたしました。右から順番に獅子の里、主峰下越、筑波能登でございます。そして最初に手にしましたのが獅子の里ですね。はい、九谷焼のぐいのみに入ってございました。あとはですね、八寸をいただきながら日本酒をちびりちびりとやるっていうね、非常にもう贅沢な時間ですよね。はい、こちらが鴨肉でチーズを巻いたものでした。これもね、なかなか美味でございます。はい、そしてエビですね、もう一口でパクですね。はい、もうマスタージはね、もう本当にエビには目がないんですね。で、次が旬のお椀、松茸と鱧の薄くず仕立てでございます。ね、あの器を開けた時にね、ふわっとこう香ってくるこの柚子の香りとですね、松茸の風味ですね、そしてこの鱧がまたですね、あの柔らかくてですね、ふわふわなんですね。季節を感じさせる一品でございました。美味しゅうございました。でね、このお椀をいただき終えたんですけども、しばらくはですね、このお口の中のこの香りですよね、これをちょっとね楽しんで、ちょっと経ってから、残りのお酒を飲み干しております。次にいただくお酒はこの真ん中ですね、主峰下越というお酒ですね。で、これに合わせるのはお造りでございます。いいですね、この、ね、この下にね氷が持ってあるんですよ。あ、ですからね、程よく冷えてましてね、そしてこの常温のこのお酒にまあぴったりと合いますね。はい、もう贅沢三昧でございます。はい、こちらですね、作りですね。こちらでは残念ながらあの甘いエビは乗ってございませんでした。このお造りの下にあるこの氷なんですけども、この梅鉢の形してたんですよね。これもなかなかおしゃれでしたね。黄金色に輝くお椀はですね、蒸し物でございます。石川県産の甘鯛、それから加賀丸芋を使った養老蒸しでございました。次に運ばれてまいりましたのが能登牛のもろみ西京焼きとのどぐろ鈴の塩焼きでございました。この能登牛というのがですね、脂身が甘いことでも有名でして、そこへ来てこの西京焼きですね、でプラスアルファ日本酒をいただくというのはね、非常に、ね、いい組み合わせでございました。またのどぐろの塩焼きなんですが、このですね、塩田で作られた天然の鈴のお塩、これとですね、脂のしっかりと乗ったのどぐろ、いや食べててとてもジューシーでしたね。でまたね、このさっぱり系の日本酒筑波能登とも相性抜群でしたね。お肉もお魚もそれからお酒もですね、すべて能登でね統一していただいております。もう最高ですね。はい、焼き物の後は揚げ物ですね。この日は太刀魚の南蛮揚げ、それからお茄子エビのハサミ揚げでございました。これがまた衣がサクサクなんですよね。でそしてですね、噛み締めますとね、中からじゅわっとこう脂身が口の中がいっぱいに広がるんですよね。もう最高でございました。お料理の締めは季節の炊き込みご飯、
松茸のご飯でございました。そして赤だし汁に香のものがついてございました。そしてこの赤だし汁なんですけどもね、赤だしのお味噌汁ですね、お料理をたくさんいただいたんですけども、この松茸ご飯のこの松茸の香りですね、それから赤だしのねこのお味噌汁がねお箸を止めてくれません。あっという間に完食してしまいました。そして最後はですね、フルーツとアイスクリームが出てまいりました。まあやっぱりね甘いものは別腹ですよね。いや一つ一つが手が込んでおりましてね、大変美味しいお料理でございました。ごちそうさまでした。食事の後はまた1階ロビーへ戻ってまいりました。お目当ては12のおもてなしの一つ、山中武士の夕べを鑑賞することと、それからですね、スイーツですね、はい、今ちょっとねワイプで出ておりますけども、このね加賀プリンっていうんですけども、こちらをですね賞味しにやってまいりました。順を追ってご説明申し上げますと、この山中武士の夕べ、これはですね、日替わりになるのでしょうか、歌がメインの日と、それから舞がメインになる日がございます。でこの日はですね、歌がメインでございました。で、この山中節なんですが、これ誰もが歌えるわけではないんですね。というのは厳しい稽古を積み重ね、そして厳正なる検定に合格した人のみがこの山中節を歌うことが許されるわけなんですね。それから今僕がねパクパク食べてますけども、こちらはですね加賀プリンと言いまして、地元の養鶏場で採れた卵、それから、牛乳などを使ったプリンなんですね。そして気になるお味なんですが、甘さを控えたすっきりとしたお味に仕上がってございました。非常に美味しいございました。あっという間に完食でございます。はい、お約束のグッドサインでございます。この後はお部屋の方に戻りまして、冷蔵庫にありましたフルーツをいただいております。そしてフルーツと一緒にですね、ビールの方も飲んでるところなんですけども、まあね本当にずっと飲んでますね僕ね、はい本当にね至福のひとときでございます。翌日は6時過ぎに目が覚めてしまいまして、で、お部屋にもお風呂があるんですが、1階の大浴場へやってまいりました。昨日に代わってこちら白鷺の湯が男湯になってございます。もう露天もありましてね、それからやっぱり泳げるぐらいのね広いお風呂でございました。でお風呂上がりにはですね、少し外を散歩しようと思いまして、宿の周りをぐるりと回ってまいりました。そうしますと正面には送迎用のマイクロバスが止まっておりましてね、そしてその奥には、はい、この黒塗りの車、これはですね露天風呂付き客室を利用される方専用の車になっております。以前はですねセンチュリーのリムジンがねあったんですけどね、今はすでに廃車になったそうです。それから玄関先にはですね、こちら電動アシストの自転車もございました。しばらく散歩をして戻ってまいりました。1階ロビーバーカウンターでございます。こちらではですね、引き立てのコーヒーやそれからジュース、お茶などのサービスが受けられます。ここに用意されている湯飲みはですね、九谷焼きでございます。それからこのジュースのサーバーですね、はい、そして朝の湯上がりサービスで用意されているのがこちら郷土料理のベロベロでございます。このベロベロというのはですね、金沢っ子からするとなんか微妙なリアクションするんですよね。金沢ではお正月とかのおめでたい席のそのお重の中に入っている一品なんですけども、このお味がですね
なんともこう微妙な甘さなんですよね。ですから料理と呼んでいいのかお菓子と呼んでいいのかね、非常に迷うところなんですよね。私事で恐縮なんですけども、このキンキンに冷やしたベロベロを熱燗で流し込む、これがですねマスター J 流のベロベロのいただき方でございます。朝食の時間がやってまいりましたので、昨夜と同じ千尋の個室へやってまいりました。夕食の時はね暗くて見えなかったんですが、中はこのように中庭やそれからこの下のですね庭園などもね見ることができるんですね。そして、用意してくださったのが加賀のと朝食極みでございます。そして気になる献立なんですが、ご飯にお味噌汁、それからこちらは黒毛和牛と加賀野菜の炊き合わせでございます。その隣にございます小さなお重はだし巻き卵でございました。マグロの山かけ、そして銀だらの西京焼きがございました。青さのりと湯葉のお味噌汁がこちらになります。ということで一通りのお料理を確認したところでいただきます。今手に取ったお皿、こちらはですね甘エビとチーズのサラダでございました。あ、やっぱりねこのついに出ましたね甘エビさんがですね、はい、大変満足でございます。そしてご飯の方なんですが、こちら百万石という石川さんの銘柄でございます。粒が大きくてですね噛み応えがある、なんとも美味しいお米でございます。はい、こちら黒毛和牛と加賀野菜の炊き合わせでございます。これがですねまたね程よい甘さで、またこの百万石に合うんですよね。とても美味しいございました。それからこちらはですね、マグロの山かけでございます。でもうこれもねご飯に合いますよね。でさらにこちらはだし巻き卵でございます。これも百万石に合う一品でございます。まあ、どんなおかずにもぴったりと合う、そういったお米が百万石でございます。そして最後の締めくくりはデザートが出てまいりました。こちらヨーグルトとですねフルーツでございました。でその隣は加賀棒茶でございます。ということであっという間に平らげまして、ごちそうさまでした。最後はですね、同じフロアにある紅花というお食事処を案内してくださいました。こちらはですねお酒のサーバーがあるんですよね。で次回は絶対にここでねお食事とそれから、お酒の飲み比べですねやってみたいと考えております。もうこれね次の動画決定ですね、はい。ということで今回初めて吉祥山中さんへ宿泊したわけなんですが、本当に心のこもったおもてなしを受けてですね、もうマスター陣も大変満足でございました。次回は連泊してもいいかななんてね思ったりもします。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。